今回はロングトーン時の弓の動きについて先生に聞いてきたことをお話しさせていただきたいと思います。バイオリンのロングトーンを鳴らす時なんですが、音がどうもビリビリしてしまうだとか、ふにゃふにゃしてしまうだとか、安定しないっていうのがずっと悩みだったんですけども、先生にそのことを聞きますと、もちろん基本である弦に対して弓が直角に当たっておらず、弓がまっすぐに弾けていないということが最大の原因なわけなんですが、僕が一つ勘違いしていたことがありまして、弓がふらつきますと、指でなんとかそれを正しい位置に戻そうと押してしまっていたということが、音がふらふらしている原因でした。弓が流れたがっているのを指で押さえてしまっていること自体がそもそも間違っておりまして、指で押さえなくとも、自然にまっすぐ流れずに弓が弾かれていくということが理想でした。先生がおっしゃるには、弓は今置かれている角度で弾きますと、進みたい方向というのがあって、斜めに置かれている場合、その方向に滑っていく動きをしていくのだそうです。それを指で押さえてしまうことによってガタつきとか不安定な音が出るみたいです。弓が弦に対して直角に置かれて、まっすぐ弾かれている場合は弓は流れていくことはなくて、まっすぐに弾けるわけなんですが、逆に多少流れていったとしても、その流れを指で押さえず、流してしまう方が綺麗な音が出るそうです。弓をまっすぐ弾くという練習なんですが、目で見てまっすぐ弾くということは重要なんですが、自分が弓を弾いているときに、弓がどの方向に動きたがっているかということを感じ取ることができないといけないそうです。弓が流れたがっているという微妙な感覚を指で感じ取りまして、指で押さえたり引き寄せたりするのではなくて、正しい角度で自然に弾いたとき、弓が流れることもなくまっすぐ弾けているということを、体で覚えていくということが大切だそうです。自分の力などで楽器を制御しようとするのではなくて、楽器を好きなようにさせてあげて、そこを自分が感じるというのが大切なようです。そんなことを踏まえながら、次回何かまた弾いてみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。